シグマさん、2時半を過ぎました。やっぱり撃たれないみたいですね、麻酔薬。ゲームは終わった。もう眠らせる必要はないということだろう。茜さん、戻ってきてくれますよね。もし戻ってこなければ我々は永遠に。あのシグマさん、もう一度やってみませんか。何を？トランスポーターの起動です。無駄だ、すでに散々やっただろう。あらゆる手を尽くしてみたが、あの装置が動く気配はなかった。一度トランスポートした後はおよそ10ヶ月のチャージ期間が必要だ。これからどうすればいいんでしょうか。さっきバーカウンターを確認した。ひとまず当面の食料については問題ない。どれぐらい持ちそうですか。節約すれば9ヶ月、いや10ヶ月はいけそうだ。そんなに？節約すればと言っただろう。1日につき缶詰半分、そういう計算だ。それってもちろんガブの分も。当然ではないか。見捨てるわけにはいかんよ。とにかく休もう。今後のことは目覚めてからだ。どうしたんだ？これ前に見た時と何か違いませんか？何かとは？確か中にボールみたいなものが入ってたような。気のせいではないか。食べろ。食欲がなくて。いいから。やはりここにいたか。思った通りだ。本当は嫌なんですけどね、この部屋。だけどここに来ると何か思い出せそうな気がして。ファイのことか。どうしてそれを？私も同じだからだ。なぜかここに来るとあいつの顔が脳裏に浮かぶ。これなんだかわかりますか？ファイのブローチではないか。どうして君が？わかりません。なぜかポケットの中に。ハイさん、無事ですよね。そう願っている。心から。お願いです。開けて、開けてください。一体何のためにこんなこと。ゼロ、聞こえてるんでしょ？あなたは今もどこかで私たちのことを見ているはず。せめて理由だけでも聞かせてください。ゼロ、ゼロ。
れからどれぐらい経ったんでしょう。2週間だ。数えてるんですか。壁に印をつけてるんだよ。なんか平和ですね。平和？おかしいですか。ここでは戦争も起こらないし、殺人事件も性犯罪も子供が誘拐されることもありません。外の世界では起こっているだろう。でも少なくとも私たちの耳には届かない。平和じゃないですか。嫌な上司もいなければ、同僚との煩わしい人間関係もない。ソーシャルネットで友達の幸せアピールを見せつけられることもないですし、やれ新しい彼氏ができただの、子供が1歳になっただの、こんな素敵なレストランで美味しいランチを食べましただの、そういうの私疲れちゃって。ほら、これと同じですよ。それはメーテルリンクの青い鳥って知ってるでしょ。それをモチーフにしたオルモールです。どうしたんですか。あ、いや、ちょっとな。それで何が同じだって。青い鳥って結局はチルチルとミチルの家にいたじゃないですか。いろんなところを旅して散々探し回ったのに、なんか似てるなって。幸せとは思いがけずすぐ近くにあるものだ、そういうことです。このシェルターの中に。ええ。悪いがダイアナ、その解釈は間違っている。原作のラストでは青い鳥はカゴの中から逃げ出し飛んでいってしまうんだよ。幸せとは手に入れたと思った途端儚く消え去ってしまうもの、つまり夢を見ている時こそが本当の幸せってことだ。今私の夢思いっきりぶち壊されましたけど確かにすまんな。シグマさんは消えたりしないですよね。シグマさん。食べないのか。おい、何をする。もううんざりなんですよ、こんな犬の餌みたいな缶詰。ダイアナ、ここに閉じ込められてからもう1ヶ月、アカネさんは一体何をしてるんですか。もしかしたらあいつは何も覚えていないのかもしれん。ここを出た時あいつはバングルをつけたままだったはず。だとするとゼロに記憶消去薬を打たれたという可能性も。いいえ、違いますね。アカネさんは裏切ったんですよ、私たちを。カルロスさんを殺し、ジュンペイさんを殺し、私たちを見捨ててたった一人で脱出したんです。もしかしたらカルロスさんが Q チームに投票したのも彼女の入れ知恵だったのかも。なあ、一体どうしたって言うんだダイアナ。ほんの半月ほど前まで平和だの幸せだのって。あの時はあの時、今は今です。何か状況が変わったとでも。いいえ、状況は何も変わらない。何一つ変わらないから苛立ってるんです。昨日も今日も同じことの繰り返し、同じ景色、同じ缶詰。頭がどうにかなりそうです。
全部レベッカのせいだわ。看護師長のレベッカ、彼女が私に実験に参加するよう勧めたから。全てを彼女のせいにするのはどうかと思うがね。君が実験に参加したのはもう一つ別の理由があったからだろう。ダイアナ、君は今独身だが離婚歴がある。そうだな。ええ、でもどうしてそれを。結婚していた当時、君は夫から日常的に暴力を振るわれていた。彼はアルコール依存症で現在は無職。確か事業に失敗して莫大な借金を抱えているんだったな。交際していた頃はとても真面目で気の優しい男だったようだが、今は違う。酒に溺れ、ギャンブルに明け暮れ、わけもなく君を殴りつけては高笑いをするような、そんな男になり下がった。別れるのも当然だ。だが離婚してからも彼は君のことを執拗に追いかけ回した。断るごとに金をせびり、体を求め、拒むと容赦なく手を挙げた。一度病院の食堂にやってきたこともあるが、同僚の男性と楽しくランチを食べていた時のことだ。彼は突然姿を現し、怒鳴り散らしてテーブルをひっくり返した。そしてひとしきり暴れた後はいつも決まってこう言った。涙を流しながら、愛してる、愛してるんだよダイアナ。情にほだされた君は彼の要求を断ることができなかった。関係を断ち切るにはどこか隔絶された別の世界に飛び込むしかない、そう思った。その時君に声をかけてきたのがレベッカだ。ディーコムという実験施設でいい仕事がある。そこで君は。もうやめて、やめてください。一体どういうことなんですか。なんでそんなこと。君自身の口から聞いたと言ったら信じるかな。ふざけないでください。もうそれぐらいにしておけ。ほっといてくれる？ちょっと、何すんのよ。君はどうかしている。まともじゃない。まともじゃないのはあんたの方でしょ。あれからもう一月半も経つのよ。なんでそんな風に落ち着いていられんのよ。私は慣れてるからだ、こういう環境に。わけわかんないこと言わないで。返して。ダメだ。返しなさいよ。ちょっと何してくれてんのよ。よせ、やめろ。真に受けちゃってさ、舐めるとでも思った？ダイアナ、お前もう限界なのよ。うんざりなの。ねえ、抱いて。私のこと嫌い？まさか。抱きなさいよ。ほら、早く。へえ、そう。抱く勇気もないんだ。育児なし。それじゃあ代わりに殺してくれる？私を
してよ。お願い。何を言ってる。こんなところで死を待つよりは、今すぐ誰かに殺された方が。いい加減にしないか。おい待て、どこに行く。すまなかった。全部私のせいだ。許してくれ、ダイアナ。私は君の気持ちに気づいていた。助けを求めていることを知っていた。だが、手を差し伸べることはしなかった。できなかったんだ。君との距離が近づけば、何かが壊れてしまう。そんな気がした。君はこのシェルターが平和だと言った。幸せはこのシェルターの中にあるとも言った。それが強がりだったことは分かっている。むしろ本当にそう思っていたのはこの私なんだよ。君が言った通り、私は育児なしだ。臆病者の弱虫だ。私は心のどこかで変化を恐れていた。失いたくなかったんだ。君もあの時のように青い鳥のように。シグマさん、ごめんなさい。私私、夢があるんです。知っている。月に行くことだろ。君は幼い頃から月という存在に惹かれていた。ダイアナというのは月の女神の名前だから。ねえシグマさん、いい加減教えてもらえませんか。どうして私のことをそんなに。3年間私は君と生活を共にした。だから君のことなら何でも知っている。え？君が知らないのも無理はない。何しろ未来のことだからだ。とはいえ、その未来はこの歴史の延長線上にあるわけではない。それとは別の例え話をしよう。私たちは今右の膝にいる。そのまままっすぐ進んでも右のつま先へとたどり着くだけだ。左のつま先へは行けない。私が今言ったのは左の話。すまんな、またわけのわからない話をしてしまって。クマさん、本当に未来から？信じてくれるのか？ええ、信じます。だってその方が
夢があるから。シグマさん、ちょっとお伝えしたいことが。もしかしたら、私、おお、よく頑張ったな、ダイアナ。元気な男の子だ。ちょっと待って、待ってください。もう一人いるみたいです。かわいいな、本当にかわいい。まさか二卵性の双子だったとは。気づかなかったのか。もちろんそんな予感はしてました。ただ確信は持てなくて。とにかく二人ともこの環境の中でよくぞ無事に生まれてきてくれた。シグマさんのおかげです。ありがとうございます。やめてくれ、私は何も。食料分けてくれたじゃないですか。子供ができたと分かった時からずっと。だが実際に頑張ったのは君だ。ありがとう、心から感謝している。無償の愛という言葉あるだろう。私はあの言葉が嫌いでな、嘘だと思っていたんだ。そんなものこの世にあるわけがないと思っていた。人は利己的な生き物だ。誰かに尽くすとき、優しく接するとき、心のどこかでは常に見返りを求めている。それは感謝だったり称賛だったり、あるいは神に認めてもらうためだったり。だが今なら無償の愛というのは本当にこの世に存在するんだとね。私はこの子たちのためなら命を懸けることができる。無論感謝や称賛のためではない。私は神を信じていないから、神のためでもない。何の見返りもいらない。私は無になっても構わない。ただこの子たちが無事に生き延びてくれればそれで。ガブ、聞いてくれ。さっきビスケットをやっただろ。あれが最後の一枚だ。もう他に食料はない。今までありがとう。辛いこともたくさんあったが、その度にお前は私の話を黙って聞いてくれた。そのことで何度救われたか。感謝している。ダイアナ、見せたいものがある。一緒に来てくれ。気づいたのはついさっきのことだ。おそらくチャージが完了したんだろう。もしかしてシグマさん。そうだ、この子たちを転送する。そんな。心配するな。転送してもこの子たちが消えてしまうわけではない。スキャンされた方の本体は
この場に残ることになる。だったら意味がないというのかね。食料はもう底をついた。このまま何もしなければいいね。分かっていると思うが、次にチャージが完了するのは10ヶ月後のことだ。トランスポートできるのはこれが最後、そういうことですね。残念だが、私たちが寄り添ってやること。分かっています。それぞれのボットに収容できるのは一体のみだ。一つのボットに二つ以上の体は入れられない。転送先は？未来はダメだ、危険すぎる。じゃあ過去に？と言っても近い過去では意味がない。ゼロがこの装置を手に入れる前、2009年よりも前の世界に送らないと。名前考えておいてくれたか。シグマさんのお子さん。男の子だったら私が、女の子だったらシグマさんが、そういう約束だったじゃないですか。では先に男の子の方から。シグマさんのシグマってギリシャ文字でしょ。だからデルタっていうのはどうかなって。私の名前のイニシャルは D。 ギリシャ文字で D に対応するのはデルタか。いい名前だ。じゃあ女の子の方は？奇遇だが、私もギリシャ文字にしようと思ってたんだ。中でも特に思い入れのある文字。それってファイだ。あいつの名前をつけてやろうと思って。はい、いいと思います。とても素敵な名前ですし。ちょっと待っててください。せっかくつけた名前です。変えられちゃったら困るでしょ。それはファイさんのブローチです。一緒に送るのか。え、デルタの方にはこれを。青い鳥のオルゴール。準備はいいか。では始めよう。